おはようございます、ジャン君。はい、今日もいい朝です。コンピューターもなんとか、仕事ができるレベルまで戻ったかなと思います。問題は意外とですね、フォントのことと、書体ですね、そのことと、音楽、iTune に入れていた音楽、これ全部ぶっ飛んだので、今朝は朝早くから、書体を、そうね、マオイママのマシンから、使えそうなもの、これ最近はですね、危険があるかどうか、これは注意した方がいいとか、全部忠告が出るようになったので、じゃあまあ一応完全に安全なのだけ入れようっていうことで入れました。ただ欲しい書体がそれで入っていない可能性があるので、これからちょっとずつまた、探し出してですね、過去に、持っていたものをちょっと探し出してみようと思います。大変だ。ジャン君が甘えるのはもう定番化しましたね。今、朝ごはんを食べて戻ってきたところですが、部屋にいる、まあ戻ってきてから30分ぐらいかな、は確実にこの状態です。で、だいたい満足するとね、寝に行ったりするのね。はい。おんちゃんも割とそうなんだけど、今はあっちの奥の方で寝てる。ポンちゃんおいで。ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃんは自分からあまり来ないのね。じゃあちょっとポンちゃんの方に行ってみよう。はい、ポンちゃん。奥にいますか。はい。はい、どうぞ。はい、ジャン君にも甘えたいのね。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ジャン君、ジャン君。びなさい。ジャン君、
ワンちゃん。ワンちゃん、はい。ワンちゃん。はい、いい返事です。大好きです。ジェン君。はい、随分な泣き方してるね。泣いてるの？呼んでるよ。うん。うん。よいしょ。まっちゃんは呼びつけ型なのね。はい。はい。はい。女の子は電話するんだからね。そうなんですか、ポン様。移動ですか。よっ。はい。よっ。ここがいいの。はい。ちゃんもいっぱい食べるんじゃない？ふんちゃん、ふんちゃんもいっぱいきっと食べるよ。ねえ、しゅべしゅべになるね。ちょっと高さがあっていいね。そしてそこにはスリスリする箱があっていいね。うお、こんなにたまった。瓶置いといたよ、そこ。うん。ポンちゃん。いいね、ポンちゃんね。うん。そっか。うん、どうしたの？優しくしてね。優しくブラッシングしてね。ほっぺも優しくしてね。クイクイクイ移動。はい。なんか言いながら。はい。もうちょっと待って。ワンちゃん。ワンちゃん。あ、ほら。どう？手には乗らないの？なんか嬉しい感じなんだね。いいね、ポンさん。ポンちゃん嬉しいの？はい、尻尾がブリンブリンしてますけど。ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃん。嬉しい。
ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんはいい子ね。ただいま帰りました。はいはい。今日は合唱団でした。遅くなってごめんね。なんだかんだってね、ちょっと遅い日が多いやね。はいね。はいちゃんかわいで。どうするの？さて、コンピューターもおおむね治ったので、明日は本気で仕事をバリバリやらないとですね、3日ほど遅れたね、予定がね、取り返さなきゃ。そして、はい、ギターの練習もしなきゃいけないんだな。あ、それ噛んだらダメだね。ごめんよ。ごめん、やめてね。いますが、暗くて見えないよ。じゃあ、ポンちゃん。